ムシトリスイカスキーどうもバスケットマンです。こんな新たにはインニャーフェイスということで今日もやっていきましょう。今日始まりましたバスケットマンのスニーカーと NBA ということで、今日はですねいつもと違うところで撮ってますよ。ここはどこかと言いますと、そうあの六本木のビーフマンですよ。ビーフマン皆さんご存知ですか？ビーフマン年始の見ました、トンネルズのスポーツワーは俺だ、もう噛んじゃいましたけど、スポーツ4は俺たちにですね、あのバドミントンのやつで、あのお肉を提供してたお店、あの高級ビーフマンで今日は撮影させていただいてるんですけども、ここで今日は何をするかと言いますと、そう、あの伝説の企画が帰ってきた、行ってみましょう、レッツティップオフということなんですけども、そう、この箱があるようにですね、箱の中身のスニーカーを当てたら、スニーカープレゼントイエーイということなんですけども、今日はですね、こちらをね、やっていこうと思ってるんですが、今日は第1回目なんですけども、相当ビッグなゲストを呼んでいただきましたということで紹介させていただきます。どうぞ。はい、ということで第1回目のゲストは、元野球選手の岡本さんです。やっぱでかいっすね。あ、本当ですか？いや、でかいっすよ。太ただけです。いやいや、横も前も。でかいです。すごいですね。はい、ということなんですけども、なぜここにいらっしゃるかと言いますと、今、この岡本さんはですね、こちら六本木のビーフマンを経営してらっしゃるということで。そうです。ということで。やってます。でもスニーカーも結構、お好きなんですよね。そうです、好きなだけで詳しくないですけど。いや、でも結構、はい、持ってらっしゃるっていうお話を聞いたんですけど。そうですね。あ、結構、今も買ってますか？そうです、どのくらい、もう全盛期100足ぐらいありましたけど。え、ありました、ありました。めちゃくちゃあるじゃないですか。でもみんなあげたりとか、もうダメになったりとかで。あげてられるって、入ってないんですけど。いやいや、羨ましい。高値でるんですよ。あ、なるほど、持ってるからね。いやいや、もう高値だったりとか。さすが。ということで今日はですね、はい、見事ですね、はい、箱の中身をこう見ないでスニーカーを当てたら、はい、こちらのスニーカーをプレゼントしようと思います。こちら、あれ意外にです、あれですね、なんか僕ちょっと噛み気味だったのが好きなんです。僕しょっちゅう噛む、はい、いいです。噛んでも押し通すことが大切なので、はい、大丈夫ね。ということでこちらなんですけども、はい、プレゼントさせていただこうと思います。サイズ合わないかもしれないですけど、当てたらですよね。当てたらです。じゃあちょっと挑戦していただくスニーカーを、はい、ちょっと紹介しようと思いますということで、ちょっと後ろに、はい、ということで今日当ててもらうスニーカーなんですけど、こちら答えはジョーダン8スリーピートということなんですけども、初めてジョーダンが3連覇した時に入ってたのがジョーダン8、はい、それですね、3連覇した時 NBA ファイナルでですね戦った NBA チームのカラーがここに落とし込まれているということで、ロサンゼルスレイカーズ、ポートランドトレイルブレイズ、フェニックスサンズ、そのカラーが入っているのがこちらジョーダン8スリーピートということで、見事当てられるかどうか続きをどうぞ。はい、ということなんですけど、こちらですね、まあちょっと分かりやすいと思うんですけども、多分見事当ててくれるんじゃないかと思います。で、どれぐらい当てたらスニーカープレゼントかと言いますと、まずこのモデルですね、はい、スニーカーの名前、そして、まあなんですかね、色まで当ててくれたら、スニーカーを、プレゼントさせていただこうと思います。ということで、じゃあこちらをね、ピットインですね。はい、ということで、じゃあ岡本さんどうぞ。すごい遠くから来るよ。はい、じゃあこちらで、はい、じゃあアルコール消毒していただいて、ここもしようかな、体にもね。あ、もういいですか？はい、もう入ってまんで、入ってまんでって、入ってます。めっちゃ噛むっすね。僕めちゃめちゃ噛みますよ。すっげえ噛むんですけど。じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。腕太いから、あ、入った、ちゃんと。どうすか？さっき色とかも言ってましたよね。あ、そうですね、一応ここで、まずなんかナイキのなんだと思うみたいなこと言っていただいて、で、それが当たったら、さらに、このモデル、このカラーみたいなのを言っていただけたらありがたいなと思うんですけど、どうですか？こんな感じ？あ、いいですね。あ、いいですね。あ、そこ見えてんのか、それは。あ、僕はこっちは見えてます。あ、いいとこですね。なんかこれ特徴的な、あそこが特徴なんですよ。あ、いいですね。あ、そこ特徴的。あ、絶対冗談ですね。お、絶対冗談。いいとこ触ってますよ、いいとこ触ってますよ、めちゃくちゃ。いや、あのジョーダンの4、5ぐらいはここメッシとかなんか、はいはいはい、はい、あれなんですよ。はいはい、じゃないから、え、ジョーダンかもくれないですよね。あ、わかりました、ジョーダンです。ジョーダンですよね、はい、絶対。さあ、何番目ですかね。え、これって実際こんな難しいんだ。あ、結構わかるかと思いました、ジョーダン1から11ぐらいで。いや、ジョーダン来るかなと思ったんですけど、はい、
欲しくねえからな。いつもはちなみにどんな靴買ってんですか。いや本当になんか気に入ったやつで。あ、もうじゃあ、あのダンクも。はい、そうですそうです。あ、普通のダンクはあんまり、ダンクはもうちょっと気にないじゃないですか。じゃあバッシュ的な。バッシュも結構持ってます。あ、じゃあメーカーも関係なく、ナイキ多い。あ、ナイキ多いですか。ほぼナイキです。いいな。え、ナイキのじゃあ何を買われるんですか、ちなみにお気に入りのモデルは。いやでも結局90とか多いですね。あ、エアマックス90。あ、なるほど、エアマックス系は。そっち系も履き。なるほど、じゃあエアマックスにしたらよかったですね。でもエアマックス90ここ入れたところで多分限りなくカラーあるから。これでもね。あ、来ました。分かりました。あ、じゃあまずジョーダン何かをちょっと言っていただいて。ジョーダンは絶対そうなんですよ。はい。え、色は感覚ないですか絶対。いや、言っても確かにジョーダン確かになんとかって当ててスニーカーあげたら簡単かなってちょっと思ったんですよ。あージョーダン多分。じゃあ一回行きましょう。ジョーダン何ですか。え、ジョーダンなんだ、絶対わかるんだけど。難しい。いやでもこれ結構緊張しますか。やっぱり緊張します。多分ね、ジョーダン6がそっち系なんですよ。お、多分。はい。って言ったら言ってたら言ってジョーダン6です。6こんな系ですよ多分。ファイナルスニーカーですか。はい。で多分西田さんは多分。わかりました。じゃあ一回オーディエンス使いましょうか。あ、欲しいですね。ジョーダン6かどうかをイエスかノーかでちょっと。うまい。わかんない。絶対ワンとかじゃないから。これが気になるんだよな。わかったわかった。あ、そう、それそれですよ、それ。ジョーダンにそれついてるの1個しかないですよ。これ？はい、そうですよ。それがそのモデルの特徴です。西田さん優しい。それが。え、絶対ジョーダン1のハイカットなわけないでしょ、これ。そんな簡単なの持ってくるわけないでしょ。1 何がついてる。ほら、これですよ。あの、オリンピックの時のですか。あ、惜しいな。もしかしたら、岡本さんこのモデル持ってないかもしれないです。持ってないです。わかんないです。商業でいきましょう。はい。じゃあ、ジョーダン7で。はい、ジョーダン7。はい。じゃあ、色は。で、ヒントで言います。僕の動画結構見られてるってさっきお聞きしたんですけど、はい、僕が持ってるジョーダン7は結構限られてきますよね。白。いや、白系ありますよね。白系は僕持ってますね。白黒みたいなやつでしたね。ジョーダン7そんなんだったらこんなやつみたいな。あ、違うか。でもシンプルに白じゃないですか。あ、いいですか、ファイナルスニーカー。はい、ということでですね、決まったということで、ジョーダン、あ、どうですか、セブンの、ジョーダンセブン。そうですね、ジョーダンセブンです。セブンで。はい、ということで、じゃあ、答え合わせということで、答えの方ですね、じゃあ、こちら開けていただいて、岡本さんご自身で、ここパッて開けるんだろう。いや、これ言ってもわかんないです。嘘です。これいくつでしたっけ。これ8です。8か。8はこれがついてるんですよ。ついてるの8しかないんですよ。あ、8の、ジョーダン8 3ピートっていうモデルで、はい、ちょっと難しかったですね。ちょっと分かりやすい。いや、上行けば行くほどちょっと分かんないですよ。あ、本当ですか。あ、じゃあ下のやつをもっと6とか5とかにしとけばよかったですか。6とか5とか45とかあの辺は買ってたんで。あ、なるほど。持ってないです。買ったことなかった。マークしてないです。あ、もうちょっとちょっと下の方3、4、5、6あたり持ってくればかったですね。かっこいいですね。あ、ありがとうございます。言っていただいて。めちゃめちゃかっこいいです。すいません。はい。ということで、今日はちょっと岡本さんは当たらなかったということで、はい。かませんでじゃん。いや、かませんでじゃん。ダメじゃん。いやいや、これでね、いろんな人に挑戦してもらおうかと思いまして、まず第1回目は、元野球選手の岡本選手でした。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。See you next game!